どうも、田畑ブラザーズです。兄の吉木です。本日もですね、高校野球裏話やっていきたいと思います。連日僕が高校野球についての動画をブラザーズの YouTube で投稿してるんですが、たくさんコメントいただけます。300件以上のコメントとか、グッドボタンよりコメントの方が多いっていう、 なぜか逆転現象が起きてるんですよ。これはありがたいことで嬉しいんですが、そのコメントの流れですね、甲子園の5回終了時クーリングタイムについて動画1本にしてくださいっていう、めちゃくちゃなコメントくれまして、めちゃくちゃじゃない。だってクーリングタイムで5回終了時にあるらしいねんな。それで1本の動画、8分以上の動画にしてください、クーリングタイムについて言えと。すごいこと言うてますよ、皆さんコメントで。ありがとうね、本当に本当にありがたいし、こうやって コメントから動画のお題として採用させていただいてるんですが、自分たちの題クーリングタイムないです。なぜかというと、今年から導入ってこれ書いてるんですよね。5回終了後に10分間のクーリングタイムが初めて導入され、選手たちが体を冷却したり水分を補給したりする時間が設けられた。一塁三塁側のベンチ裏通路に冷風機が置かれ、保冷剤の入ったベストなども用意された。サーモグラフィーでは選手の体の表面温度が45度にも上がっていたといい、クーリングタイムでは約5度下げれることができたと。終盤に入る戦術的な時間にも当てれるし、クーリングタイムの10分間を長く感じることはなかったと。ただこの一戦でも足がつって交代を余儀なくされた選手がいた。今大会も猛暑が予想される中、暑さ対策は課題となっているというわけでですね、クーリングタイムが今年から設けられて、足がつってる選手がクーリングタイム直後につってるんよ、足をね。だからクーリングタイム意味ないんじゃねえ説、多分それについて教えてくれっていうことやと。まあ逆効果なんちゃうかみたいな。で、まあ僕は専門家ではないので、その休んだら足がつるのかとかどうか分からへんけど、自分の体感は休んだ方が足つるんですよ。これはなんでか分からへんねん、その専門家の人が言ってるわけではないから分からんねんけど、聖光学院のエースの子が足に違和感で緊急降板をしたりとか、2試合連続続けてね、クーリングオフタイム後にそういう現象が起きてる。でまあ僕が約10年前、昔の感覚で言わせていただくと、足つるぐらいしか練習してなかったんじゃんって思います。こちら田畑ブラザーズオーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん概要欄から LINE 登録して見積もり発注よろしくお願いします。そしてこちら田畑ブラザーズのオーダースーツで、お客様のスーツ今2着あります。これはね、あの僕のお客様が2着購入してくださったんですが、夏流行りのブルースーツです。この夏の時期はね、やっぱブルー で清潔感もあって涼しさも演出できるということ でこちらがですね、グレーのチェックのスーツでして、ボタンと裏地で両方ね、この茶色で揃えてまして、非常にかっこいいかなと思います。これね、あの僕がヒアリングしながらお客様と共にね、形とか配色を決めていったんですけども、完成品見て満足していただける商品になったんじゃないかなと思います。オーダースーツの方もぜひよろしくお願いします。僕が現役の時はありましたよ、その他のチーム足つったりとか、開会式中に熱中症で倒れたりとかあったんやけど、あ、それぐらいまでしか練習してないんですねって思ってました。だって僕らのチーム足つるやついなかったし、試合はできたからね。足つるやつなんか、俺は足つるぐらいの鍛錬しかしてないんじゃないのって俺は思ってましたし、今でも思ってます。これはほんまに足つった人を否定してるとかじゃなくて、俺は練習量の差と思ってるんやけど、まあこれを言うとね、反感を買うと思う。だって時代が変わってるし、約10年前の話なんで。なんか今の方が夏は暑いって言われてるらしいねんけど、いやいや、俺らの時は暑かったからな、めっちゃくちゃ暑かったから。このクーリングタイムについてちょっと詳しく触れたいんやとっけど、
ベンチ裏にその冷風機とか用意されてるって言ってたんやけど、僕これちょっとねだいぶ前の動画で多分触れたと思うんやけど、甲子園のベンチの過ごし方みたいな感じで、ベンチ裏ってまあ通路もあるんやけど、ベンチ裏になんかねその選手が休めるような小屋がみたいなのあって、イメージしやすいのはバッターが代打の子が素振りの準備してるみたいな感じかな。でそこは冷房ギャンギャンに効いてて、基本的にピッチャーの子は、投げ終わってベンチ帰ってきたらそこにもう行くんよ。だから僕からしたらクーリングタイムできてたけどなっていうのが一番の意見かな。でピッチャーもだから毎試合そこの部屋にいてて、で氷当てながらお茶飲みながら、で試合はこのちっちゃいテレビみたいなのが用意されてるからテレビを見てるって感じかな。で僕も野手も全然行っていいんですよ、行くなみたいな決まりないんやけど、基本的にはやっぱりベンチに出て味方の選手を応援するっていうのが普通やねんけど、僕もねほんまにしんどかったんでよくその小屋に行ってて、だからテレビで水飲みながらクーラーガンガン聞きながらテレビで味方を見るっていうそういうなんかね、まあ、みんなが想像してないようなベンチの内情ができるわけですよ。だから俺このクーリングタイムって聞いた時にいやできてるけどなって思いながら、まあさらにそこに10分間の休息を設けるということだと思うんやけど、イニングごとのピッチャーを休ませる方法としてはベンチ裏でそういう部屋があってそこで休んだりとか、関係者の理学療法士の方とかいっぱいいてるから、まあちょっとでもしんどかったりとかこうテーピングが剥がれかかってたらテーピングつけてもらえたりとか、結構そういうところは僕はスムーズやったというかね、取り上げられてるのはクーリングタイム後によく足がつるということですので、まあ、これはちょっと専門家の方が判断してくれや。まあ、正直僕も現役でやってましたけど、僕らの時にもしクーリングタイムが導入されてたらどう思うのかっていう話をしたいんですが、いらないっすね、ほんまにいらないっす、邪魔でしかない。なんならそのクーリングタイムで、まあ、逆にそのクーリングタイムで足がつってくれるっていう今回みたいな現象が起きまくるなら、足がつらない大阪桐蔭からしたらめちゃくちゃ嬉しいよね。今大人になった自分の子供がもし野球するってなればクーリングタイムは賛成ですが、自分が実際やるってなれば反対です、という感じでまとめました。甲子園大会が開幕して、連日ね熱戦が繰り広げられてる。まあこのクーリングタイムというのも選手のことを思ってやってることですので、外野がいややめとけやめとけ言うても意味ないんですよ。まあ、外野が選手のことを考慮せえって言うから高野連さんもおそらくこういう対策をしてると思うので、まあ体感温度を下げてよっしゃって思うんじゃなくて、そういうねプレーに影響する足がつってしまうとかそういうところを考慮して、まあさらなるね選手の体のケアを考えていけたらいいんじゃないかなと思います。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。